プリンスエドワード島の知事交換前の会談に集まるシャーロットタウン会議出席者たちシャーロットタウン会議はプリンスエドワード島のシャーロットタウンで1864年9月1日から9月9日まで開催された会議。営業を着たアメリカの代表が集まりカナダの連邦結成について話し合いが行われた。当初会議はノバスコシア州とニューブランズウィック州プリンス エドワードアイランド州の沿岸諸州代表者のみで行われる予定であった。ニューファンドランドは同盟への参加に興味がないと考えられており、会議には招待されなかった。イギリスはこれらの州に沿海同盟の結成を流すことで、植民地の英国本国に対する経済的、政治的依存度を低減すると同時に、当時進行中であった南北戦争に対抗するだけの経済力と、 軍事力を蓄えさせようとしていた。会議開催の予定を聞きつけた連合カナダは、連合を含むすべての植民地による同盟について、討議することを主張した。1864年8月にはニューファンドランドも会議への参加を希望したが間に合わず、連邦への参加は、翌月のケベック会議まで待つこととなった。シャーロットタウンの州庁舎連合カナダの代表を乗せた。 蒸気船ビクトリア号がシャーロットタウンに到着した時、街にはちょうどサーカスが来ていた。町の人々のほとんどが会議よりもサーカスに関心を奪われた上、グレート、ジョージ通りの先にある町営の不団で働く、人までもが職場を離れてサーカスを見に行ってしまっていたため、プリンスエドワード党代表のウィリアム・ヘンリー・ポープは自ら 小舟を漕いで連合カナダの代表団を出迎えるなど、レセプションのすべてを自分で取り仕切る羽目になった。また、街中の宿泊施設のほとんどが、サーカス団と沿岸諸州の代表団で埋まってしまっていたため、連合の代表団は、ビクトリア号に宿泊することになった。会議は主に、シャーロットタウンの役所であった、州庁舎で開かれたが、社交的な催しには副総督が住む。 知事交換も使われた。初会合は9月1日木曜日に開催され、全代表参加の宴会も行われた。9月4日は日曜日で休会日であったが、それ以外の日は日中の会議の後に必ずパーティーや宴会が開かれた。会議の開催から最初の4日間は連合カナダの代表が会議を支配した。沿岸諸州の心配をよそに、カナダにとって最良の同盟とは、 どのような形態かということについて、連合の代表団は、自らの考えを説明した。沿岸諸州の側からの案が提示されたのは、会議開催からようやく5日目の9月6日になってからであった。連合カナダの代表ジョージ・ブラウンから提示された、カナダ憲法の総案についての討議が2日間に、わたって交わされた結果、総案はカナダを、大英帝国の一員として残す一方、 当時に決着がついていなかったアメリカの南北戦争のような争いのもとになりかねない要素を排除した内容であった。沿岸諸州の代表たちは連合カナダを加えた広範な同盟関係がより有利であることを確信した。しかも自分たちの案では同盟結成の期限が明確に設定できなかったのが連合の案では数年の短期間で実現できそうである。翌月、 ケベック市で再開して討議することを代表者たちは互いに約束し、シャーロットタウン会議は9月7日水曜日に閉会となった。代表団は翌日9月8日に開かれた舞踏会後、シャーロットタウンを後にした。ありがとうございます。